沖縄をはじめとする全ての在日米軍基地の存続、原発再稼働と原発海外輸出、自衛隊の再分離と海外派兵、天皇制の再利用、憲法改正等々を推進せんとする国賊安倍政権と、それに加担する悪しき売国土に死者の裁きが下されんことをここに記念し立てまつる南無法蓮華経。礼せば白井聡氏は国体論危機と正常期において天皇とアメリカが結託した大米従属からの脱却を図るためには憲法改正法を視野に入れた象徴天皇制の廃止とアメリカからの独立、すなわち日米安全保障条約及び日米地位協定等の軍事的密約のすべてを破棄して新たな集団的主体性に基づく立憲民主国家を樹立するのほかはないと説いている。こうした提言を仏教の例えに言えば自力と他力、この白石の提言は自力の教えであり、石原莞爾が世界最終戦争論から一転して唱えた丸腰非武装論は他力の教えに教えだと言えるだろう。無論現状の全てを肯定して何もしないという選択もないわけではないが、断固として自力で行くのか、はたまた他力で行くのか、選択は我々の一人一人に委ねられているのである。仰ぎ願わくば南無天下寛容立正安国の大同士日蓮大聖人、正法寺国不邪王人民、天下太平国土安穏万民家楽、南無法蓮華経。 JKF47日本祈祷団四十七士に集う我ら一同、死神懺悔無死以来在生消滅、同年剣を進力不退、南無法蓮華経。八方下士の衝動し一蓮大聖人一生暗黒論に示してのたまわく、何時早く信仰の寸心を改めて速やかに実情の一善に着せよ。しかればすなわち三代は皆仏国なり、仏国それ衰えんや、一方はことごとく法度なり、法度なんぞ破れんや、国に水備なく土に生えなくんば、身はこれ安全にして心はこれ善上ならん、この言葉このこと信ずべくあがむべし、南無蓮華経。南無蓮華経。これ時平成30年5月6月28日JKS47 本祈祷団四十七士大臣、南無法蓮華経。それでは恒例でございますが、最後に JKS47 のテーマソング海つばねをご一緒に歌って終了したいと思います。式次第でございます。式次第をお持ちの方は最後の4ページ最後の4ページ海つばねを2番よりご一緒に
歌っていきたいと思います。2番よりご一緒にどうぞご唱和のほどよろしくお願いいたします。JK47 を代表いたしまして、イエスミセイブンよりご挨拶を申し上げます。本日は、お暑い中を、お集まりをいただきまして、どうも大変ありがとうございます。私は今日は自力と他力というようなことを、申し上げましたけど、まあ、中島、という方が親鸞と日本人という、まあ、なかなか素晴らしい表現を言われておりました。親鸞の絶対他力が天皇制を肯定して、別に自力で国家改造をする、もう右も左もですね、例えば北行きであるとか、そういう国家改造の思想は自力の計らいがあるので否定する、完全に他力に身を委ねるということを、まあ、親鸞主義者の展示中に、人々がそういうことを選択しまして、また大量のマルクス主義者が獄中で転校した折にも、浄土真宗の教会士が、その国家を改造するという、活動の意志と勇気と行動には敬意を表するが、あなた方には忠心がないと、
塾といって健康に際し診断の担任証とか、診断の教説を、業界師が教えて、それで安心を得るというふうなことがつい70年ぐらい前にあったわけでございます。そのようなことを考えまして、私たちは、仏教仏教の音でございますので自力という選択をしておりますので、まあ、立正安国ということを申し上げておりますので立正安国は自力で達成するというふうに私たちは思っておりますが、まあ、これは他力の本願念仏の立場から見れば妥協すべき考え方ということになるかと思います。まあ、そのようなことで、だんだん戦前戦中の、いろいろな顧みる、作業等が行われております中で、まあ、徳島商人は今日沖縄のことをお話しされました。さまざまな問題が山積しているかと思いますが、私たちは誠に微力でございますが、月に一度ですが、この場所に立ちまして、思うところを述べたいと思っております。本日はお暑い中お集まりいただきましてご支援賜りまして大変ありがとうございました。この後は、伝統披露の代表をいたしまして三上博樹さんに一言ご挨拶を賜ります。よろしくお願いします。それでは伝統広場を代表して高瀬様にご挨拶をご頂戴したいと思いますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。 EKS47 お疲れ様です。月1日ここで、経産省の前でこういう手を挙げていただいているわけですが、私たちは、まあそこにテントあったとしたらもう8年ですか、ずっと座り込んでいます。で、まあ経産省の原発で財務省の公文書改ざん、そして外務省の、貨幣の文書改ざん、そして、戦争法共謀罪ありますが、何者もなかったかのようにビルは建っていますが、皆さんもおっしゃっていたように怒り怨念、これも広がる一方であると僕たちも思っております。そういう意味では、戦後朝鮮戦争でもって冷戦が熱戦に変わるという中でですね、日本の戦後の政治体制がですね、安保条約もそして自衛隊の発足もできていくというような中で、そして独自核武装を展望した原発も進むというような中でですね、朝鮮半島の平和的な進展話し合いによるこの危機の打開ということはですね、こう日本の戦後のこの政治体制その根底そのものをですね、崩すような歴史的な局面が迎えているという意味で、この原発についてもその財務省なりその戦争法についても戦いの広がりと合わせて歴史的なですね、局面として戦いの見通しはある、この確信のもとでですね、皆様とも連帯しながら原発廃炉、原発をなくす、そして沖縄の建設を許さない、長野の建設を許さない、そして戦争を廃止する、そんな戦いを共に進めていければと思っております。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。また来月テントヒューマーをお借りいたしますけれども、来月の予定は決まりました。7月の27日金曜日にまた3時より、こちらの方で、祈祷会を募集させていただきます。またテントヒューマーの皆様、本日もありがとうございました。